進捗はどうだ？タークスが動いています。はい、順調順調。プレジデント、どうか計画の見直し、いや中止を。7番街直下のスラムには推計でおよそ5万。リーブ君、せめて避難勧告の許可を。また分別臭い顔で青臭いこと。リーブ君、これも発展の潤滑油だ。腹をくくりたまえ。ひどい匂いだ。エアリス。クラウド。早く7番街へ行こう。ああ。快！
ちゃった。ここに住んでるのかな。コルネオが飼ってるのかもな。餌はコーヒー。ねえ、コルネオの話信じる？プレート落とすなんてアバランチを潰すどころじゃない。ミッドガルの危機だよ。シンラカンパニーがそんなことする？コルネオはありもしない計画で俺たちを脅したのか。あいつならやりそう。でももし本当だったら。え、万が一ってあるよね。ね、急ごう。何も起こらなかったらそれでよしでしょ。うん。あ、ティファ。やっぱり下水道とつながってる。どうした？水路をたどっていけば7番街につけるはず。うん、6番街と7番街の下水はつながってるの。迷ったら水路をたどれってね。スラムの心得か。ううん、下水道はアバランチの逃走経路、いざって時のね。入り組んでそうだな。うん、この先に大きな水路があるんだ。まずはそこを目指そう。了解。終わったな。
りして行こう。ねえクラウド、コルネオの話が本当だったとして、その場合シンナの狙いは何だと思う？シンナの本当の目的、私たちを潰すためだけなら代償が大きすぎるよね。七番街の破壊と引き換えの利益か。俺には想像がつかない。コルネオの嘘だよね。だってコルネオだもの。おそらく発電施設だ。すっごく古そう。魔鋼以前の骨董品だ。いくら神羅製でも動いたら奇跡だな。この大きな水路知ってる。向こう側は七番街だよ。
6番街との境目か。とにかく7番街側の扉に入ろう。スラムに繋がってるはずなんだ。簡単ではなさそうだ。あの給水ポンプを目印にしない？迷わないようにしないと。落ち着いて乗り切ろう。うん、そうだね。よし、やっちゃおう。ここから行くよ。お疲れ様。相手になってあげる。うん、いや。
先に渡って様子を見る。ダメ、最悪の事態考えちゃう。気持ちわかるよ。七番街の破壊なんてタッチの悪い冗談。もし本当でもギリギリで中止になる。そうなる。うん、エアリス何か知ってるの？え？ティファ、エアリス、一人ずつ渡ってくれ。了解。先に行くね。うん。どうも。行こう。うん。最悪の事態？うん。どんな未来でも変えられるよ。私、そう信じてる。そっか。そうだね。楽しいことも考えるの。七番街、守ったら。守れたら、上で買い物、どう？例えば雰囲気のある小物や食器を探すの。ティファと？よければ。絶対行く。クラウドは荷物持ち。いっぱい持たせちゃう。俺がどうかしたか？なんでもない。悪いな。いえいえ。
すぐ片付け。手伝うよ。集中していく。当てる。落ち着いていけ。まあ。当てる。やっ。決めてく。やっ。悪くない動きだ。頼もしいでしょ。私たちなら余裕。だよね、この水なくすか減らすかできないかな。同じようなパネルがあったよ。流れる水の量を調節するの。何でも屋さん、どう？排水、これだな。失敗？
障らしい。赤いランプは排水パイプのつまり、手動ポンプでゴミを押し流してくださいって。私店でやったことがあるよ。よし、俺がやろ。エアリス、ついてきてくれる？クラウドは他のエラーが出ないか見ていて。いや、俺が。力の差がありすぎるとダメなんだ。すぐ戻るから。こっちは大丈夫だ。店のとはやっぱり違うな。これはもっと本格的。行くよ。息を合わせよ。焦らないで。完璧だね。いいよ。うまくいったな。頑張ったよね。うん。敵じゃない。私たちなら余裕。やっ。やっ。任せるね。
汗かいた。ようやく上行けそう。機械ガシも出ますよね。やっ、うわ、沈め、しっ、行け、ふわ、そっちは任せる。私に任せて。うっ、あっ、あっ、先に行って出口を確保する。クラウド、見逃してはくれないね。私たち美味しくないよ。先に行け、エアリス。ティファを行け。でもこれ一人じゃ。誰に言ってる。早くね。もう知ってるよな、俺は強いぞ。くっ。